まあ、私にとってドラッグクイーンと今まで撮影してきた少数民族っていうのはとても共通点がある人たちだと思っているので、そんな彼らの佇まいだったり生き様なんかを、想像しながら見ていただけたらなと思ってます。